皆さんこんにちは。今日もボビーとワンビールへようこそ。相変わらずインスタグラム中毒のボビー柔道でございます。フォローよろしくお願いします。ボビーとワンビールはお酒を飲みながら国際交流トークをする動画シリーズです。今回も東京都笹塚にあるおしゃれな飲み屋バー P キューブさんからお届けしてます。それでは早速ボビーとワンビールスタート。乾杯。乾杯。お願いします。お願いします。あー美味しいですね。さあ、今回の、ボビーとワンビールのトークトピックスなんですが、洋画や海外ドラマにつく日本語字幕どうなんですか、はい、というトピックスです。お二人にいろいろお話聞きたいと思うんですけど、はい、まず自己紹介をお願いします。あ、はい、名前から。あ、なんでもいいですか。自分スタイルの、自分らしい自己紹介。名前はあきこです。で、私は、英語教えてます、うん。皆さんより英語下手ですけど、当然。まあ、英語を教えてもらっている二人です。英語教えてもらってた時期があったんですよね。うん、え、英語教えてもらってた？まあ、はい。国語としてね、アメリカ。ああ、そうだね、そうだね。はい、生まれつきの、そういう言い方です。ありましたね、生まれた瞬間からは喋ってたわけです。お腹すいたーって。優秀すぎですよね、そんな風に言われたらね。そうか。そう、英語を日本人の大人に教えてます。はい。はい。名前はトムです。で、普段は、日本語の番組、日本の番組を、の英語版を作ってます。はい。じゃあ、日本語を、まあ、英語に、まあ、翻訳して、はい、その英語の字幕とか、あとテロップとか、はい、っていうのを、はい、あと、まあ、吹き替えとかもあるんですけど、うん、基本的に字幕です。トムさん見たことあるかもって思っている方がいらっしゃったら、実はトムさんは、この赤い帽子が印象的ですけど、ね、この帽子をかぶって、去年か2年前に英語で遊ぼうの、外国人として、街で出会った外国人として、でも、普段は出演してるわけでもないので、ただその番組の予算が、その時あんまりなくて、でも、誰かに安く、っていうか、ただでやってもらえないかなっていう話があって、やります。翻訳だけではなく、その番組制作側制作にも携わってるんです、はい。すごいですね。はい。今回の、テーマなんですが、その、まあ、英語字幕っていうよりも、日本語字幕。なんか日本にいる外国人って、あとバイリンガルの方は、うんうん、その字幕を見てどう思うのか、というところをちょっと今日は探っていきたいと思ってます。うんうん、普段なんか見られてますか？ああ、まあ、テレビ、の番組で最近ね、さっきもあれでしたけど、外人の人が出る番組多いじゃないですか、はいはい、であれもやっぱり日本語訳絶対ついてますよね。あ、その海外ドラマとかだけではなく、うん、まあニュースとか日本の番組で、そうそうそう、バラエティの番組、まあ、別の言葉を使っている出演者が取材されている人がいたら、うんうん、そう、うん、そういうのでも必ず日本語訳ね、やっぱ日本のテレビ番組なのでついてますよね、うん、でそれとかも見るし、もちろんあと、まあ、でもなんか最近、こう、外国人が言ってると、字幕がついてない場合もありません。吹き替えにしちゃって、あ、はいはい。そういう違いを突っ込まれないようにしてる。はい、うん。そう、字幕、なんか。まあ、字幕だけではなく、吹き替えっていう、やり方もあるんですけど。そうですね。そう、うん、そういうのもなんか、まあ、あんまりこう、字幕にすると指摘されちゃうから、なのかなとか思ったり。うん、はいはい、言ってることが違うじゃないかって。そう、両方わかる人としては、うん、たまにその、まあ、ちょっとニュアンスの違いとかそういうのは気になりますか？はい、気になることはありますね。時々気になって、録画してるの巻き戻して確認したり、すごいしてる。ちょまちょまあれおかしくないって。私もやったことあります。ね、ありますよね。思い出として残っているのとか、一緒に残っているっていうのはあるんですか？思い出として残ってるのとか、もう完全に、なんか、はしょってる、うん、言ったことを、外国人の人が言ったことをはしょってることとかあったりとか、うん、多分そのストーリーが長いのかな。なんか、うん、こう、彼女は僕の同級、僕の、彼女は、僕の同級生の元彼女でみたいなこととかを言ってんのに、はいはいはい、なんか、そういうのも全部除いて、彼女は、僕の昔の
友達なんだみたいな。そう、必要な情報をもう省い、もうそこに絞って、そう。余分なトークを省いて。うん、ね、そう。それとか、なんか、なんだっけな、it's amazing って言ってるのを、なんだったかな、少しメモってたんですけど。違う、Japanese are amazing。Japanese are amazing。amazing って言ってるのを、まあ、いいんだけど、日本人の優しさに、すごい感動だわとか、実際別に優しさにとは言ってなかったんだけど、そうとか、なんか、it means good luck in the house って亀のことを、はいはい、言ってるのも、この亀は長寿の証なんだとか、全然違う役をしてたりとか、今日はその辺ちょっと話したかったんですよね。うん、まあ、バイリンガルの人とか、外国人、まあ、日本語できる外国人は特に、その日本語の字幕を見て、ダメ出しする人多いんですよね。うん、なんかそれ意味が違うとか、うんうん、なんでそれを変えたのとかってなるんですけど、うん、まあ、その仕事をやっているトムさんであれば、いろいろ条件とか、まあ、苦労があるでしょう。あります。まずその限られた時間で、その情報を分かりやすく伝えないといけないんですね。はい。で、喋ると、結構情報の量が多くなってくるんですよ。うん、文字を読むよりは。なので、それでやっぱり絞らないといけないっていうのが一つあって、ね、と、あとそのイントネーション、特に英語だとイントネーションを変えるだけで意味が全然変わってくる。皮肉の意味が。ああ、あります、あります。なので、それで、その品肉がわかるようにとか、その、文字通りの、言葉通りの意味ではない、そのニュアンスがわかるための、ちょっと工夫をしないといけないっていうのもあるんですね。でも、それ、英語にするときもそうだし、日本語にするときもそうなんですね。両方もすごい難しいと思います。そっか。私が一番最初日本に来て日本語をちょっと勉強し始めてた頃は、わかりやすい場合は、例えば、簡単な英語で出てるのに、全然違う日本語の字幕が出てるから、あれダメでしょって思ったこと多かったんですよ。でも、日本語の、まあ、レベルが上がると、その成長していくと、なんかまた見方が変わる。直訳じゃなくても、あ、こっちのいい訳とか、時々全く別の発言の方が良かったりするわけですよね。うんうんうん、やっぱそういう、すでに、妥協しないといけない。と思うんですね、字幕は。その、まあ、苦労する話をするために、実は今回も、そういったお仕事されている方のアンケートを聞きました。うん、で、もしよかったら、その苦労、あとはその難しいところをちょっとお聞きしたいと思います。どんなところが難しいでしょう？はい。アンケートを取ってきました。翻訳家の M さんから、ですね、先ほど今、トムさんがおっしゃってた、読み切れないって言ってたのあるじゃないですか。それのね、字幕にルールがあるそうです。はい。で、洋画などに日本語の字幕をつける場合はね、字数制限があると。1秒に4文字前後というルールがあるそうです。1秒に4文字って、めっちゃ短いね。文字が短いです。ねえ。で、ひらがな、カタカナに、ひらがな、カタカナ、漢字に関係なく、1文字。っていう。ああ、そういうことか。はいはい。じゃあ漢字だったら多くなりますね。そうですね。あと、あれですよね、漢字、ひらがな、カタカナのバランスも守らないといけないというルールも、そんなルールもあるんですか？あるそうです。そうです。これは、アリスさんが答えてくださったのは、ひらがなだけにならないように、注意してるって言ってました。ひらがなだけだと、日本人は、読みづらい。そうです。パッと見たら、なんていう、区切れがわからないっていうか。そういうことですね。はい。あと、句読点も、はい。読みやすさに。すごい。一文字に入るように。読んでる人が、意味しか意識してないけど、実は、時間制限とか、文字制限とか、いろいろあるから。そうですね。はい。そういうこと知らないから、ね。はい。なんか、こう、嘘書いてるとか、ちょっと思っちゃったり。そうですよね。私が一番わかりやすい例を挙げると、英語の映画とかに、I love you っていう言葉めちゃくちゃ使うんじゃないですか。で、それは恋人の I love you だけではなく、親子の I love you とか。例えば、子供を
寝せつけるときに、Good night, I love you って言うんじゃないですか。うん、その字幕を見てみると、お休みだけ、うん、もしくは、いい子だねとか、うん。うん、なんか全然違う。そうそうそう、全然違う。で、それ最初見て思ったのが、いや、なんで I love you って言ってくれないのって、なんで愛してるって出てこない、うん、でもそれも、日本人がそういう役を見てみると、違和感を覚えませんか？うんうんうん。なんかその場面で日本人は言わないからね。すごくいい話ですが、うんうんうん、夏目漱石はもちろんご存知ですが、うん、まず夏目漱石代表的な日本人の作家で、うん、外国の 作品を小説をいっぱい翻訳してたんですよ、うん、日本語に。それで I love you まさにその言葉出てたんですよ、うん、で彼がなんと翻訳したかと思いますか、してますか、それはこれはしてます、聞いてます、はい、有名な話なんですか、はい、これは有名な話、わ、ね、かんない、じゃあその翻訳は多分お月は綺麗ですねっていう、そうですね、何回も出たかもしれないです、お月は綺麗ですねっていう、そうなんだ、美しくしたわけですね、そうそう、あ、愛してる、 I love you、 そういうなのに曖昧な直接言わずに、そのいい子だねっていう表現でも、うんうん、月が綺麗ですねっていう発言でも、うん、その感情が困っているので、その感情が込めているのであれば、うんうん、意味は一緒じゃないかなっていう話。そうですね。それは、日本語を勉強するときにこういう話結構聞くんですよね。そうなんですね。そういう、I love you って、I love you って言わずに、うんうん、別の表現の仕方です、うん。そういう意味でも、日本人が映画を見ていても、その文化の壁を感じずに、その映画の世界の、まあ、その世界に引き込めるように意識して意訳をしているっていうのもあるんですか？あるようです。はい。はい。だからそれ私気になってた、何を優先にするのか。そうそう。まずはストーリーが皆さんに入ってくることが優先だそうです。うん、はい。それで、字幕がおかしいとか、意訳しすぎるとかっていう意見が結構多いみたいなんですね。うん、翻訳をした後に。うん、だけど、字数制限を考えて意訳せざるを得ない場合が多いと。うん、で、そういうところは、ニュアンスを伝える方を優先したり、うん、ストーリーを変えないようにとかっていうことに、重点を置いているということです、うん。はい。私がちょっとどうかなって思うのが、先ほどの I love you の話になると、うん、映画の役割ってそもそも何なんだって思うんです。で、例えば、そのストーリーが、まあ、知りたいだけですとかってなると、うん、やっぱ日本人が見て、そのお母さんが I love you じゃなくて、いい子だねって言うんだったら、それが、まあ、スッと入りますし、うん、まあ、楽しく見れるでしょうが、映画の役割って、その作っている国の文化に触れ合うチャンスと思うと、やっぱ愛してるがいいんじゃないかなって思ってありますよね、うん。私も愛してるがいいと思いますけど、うん、ね、うん。ね、私も何回もそういうのをちょっと言い換えてるところが、うん、気になって、でも言い切れないんですよ。どっちの方がいいか、愛してる方がいいか、うん、いい子だね。やっぱりその見てる人がみんなそれぞれの見る理由があって、うん、楽しみ方もあると思うんで。正解はないんじゃないかなと、うん、文化も違う中、そうそう、ユーモアのツボも違う中、うん、でお互いなんていうそもそも共有している情報とか知識、うん、アメリカのものだと結構ものを言及にする、うん、って合ってますかね、言及する言及する、うん、なんか例えば、映画の中でも最近流行っている俳優の名前を使ったりとか、あこういうアメリカ人だとみんながしているテレビ番組のキャスターとか、場所とか、で、日本人がそれを見たらわかんないじゃないですか。そうです。日本語に訳すると他の日本の有名人にしてたりするの。じゃなくて、それはしないですよね。それはしないですけど、日本人がわかる誰かに例えるって例えるってことはしないですよね。あんまり見たことない。あれなんかありましたよね。ライアン・ゴスリングの名前が映画に出てきたら。そうなんですよ。俳優のライオン・ゴスリングさん。ゴスゴスです。ゴスゴスゴス。今すごいララランドで、超ね、有名になってますけど、2、3年前の映画で、なんかチャラチャラした男は、はい、なんかライアン・ゴスリングみたいだねみたいな感じの、うん、ちょっと皮肉という文句だったんですけど、うん、それを日本語でライアンはもう全然消されてて、うん、チャラ男みたいな風に訳されてる、あ、もう消さ
されてるんだ、完全に。で、私一つ思い出したんですけど、言ってもいいですか、うん、言うんだったら、ビールもらった方がいいですよね。だってここ、ボビーってビールですからね。じゃあ、ちょっと改めて。改めて。乾杯。はい、乾杯。乾杯。いや、もうこれぞ国際交流じゃないですか。すごい国際交流。じゃあ、その、指輪つけてる男二人が、はい、危ないですよ。危ない。ああ、YouTube で公開するっていう、そんな。これは編集でカットされる。そうですね。P さんにお任せします。さあ、その思い出した話っていうのは、私も映画を見てて、私はあんまり、英語ができる方ではないんですが、それでも、I still love you, Dad って、子供がね、うん、パパとママが離婚して、で、パパが行ってしまうとこ、時に、そういうふうに言ったの、そういうふうに私は聞こえたんですけど、うん、それの役が、パパだけだったのね。だけど、パパだけなんだけど、その子の演技がすごかったんですよ。なのでだからよかったのか。そう。もったいないなって思いました。でもパパだけだから役がいらないんじゃないですか。いらないのかな。逆に映像で伝わるから、もういいんじゃないっていう判断ですかね。日本人ってそういうなんか人の気持ちや感情を読めるっていう才能が高いと思うんですよね。なんかその思うんですよね。なんか逆にわざわざ言ってしまうと、もたなかったりとか、ダメに。どうですかね、その字幕がつけていると、私的にはその口の動きと声が合わないことに違和感も覚えるから、吹き替えよりも字幕が好き。だけど、字幕がつくと、そっちばっかり見ちゃうときもあるんですよ。だからその、見てるうちに、あ、ちゃんと聞けてるかどうかは分からなくなってくるときもありますか？見てるときに聞けてる、もうだ字幕どうしても追っちゃう。じゃないですか。やっぱ日本人だから、やっぱ日本語の方が、やっぱりどうしても目についちゃうし、うんうん、そう。で、なんかこう、いいシーンを逃しちゃうみたいな。うん、そう、だからもっと全体ね、見られる人だったらいいんだけど、私も結構そういうところはありますね。字幕なしで見ると、自分がどんだけ理解できるかを試して、で、うん、意外とわかるかもしれない。うん、けど、最初から字幕がついてたら、うん、字幕に頼るっていうか、うん、字幕ばっかり見ちゃうっていう可能性もあるんですよ、ね。うん、でもどうですか、その文字でヒューマーとかニュアンスが伝わらない時あるから、どうかな、ほとんど伝わってないんじゃないかなと思います。うん、で、実は私、字幕じゃなくて吹き替え流です。でも字幕つけてるやん。吹き替えの方が、まあ、映画の場合はいいんじゃないかなと思います。なんで？なんで？それは、まあ、昔、まあ、今もそうなんですけど、奥さんと当時は彼女で、映画を見たんですよ、ウッディアレンの映画。で、ウッディアレンの映画見たことあります？ウッディアレン、結構早く喋るんですよ。で、ずっと喋ってる。あんまりそういう静かなシーンはないんですよ。で、マンハッタっていう映画見てたんですよ。で、それ、まあ、奥さんと一緒に見てて、全然がすごい笑ってたのに、奥さんが全然笑わない。なぜかというと、そのユーモアが全然入ってないんですよ。ストーリーが分かるための字幕だけだったんですよ。で、それで、これダメだな、ウッディアレン好きになってくれないかなと思ってたんですよ。ユーモアが魅力だよね。ユーモアが魅力で。で、それでもう一回、吹き替え版の DVD 借りて、たまたまっていうか、その、ちょっとどうかなと思って試してみて、で、その方がすごい面白かった。日本語で吹き替えでジョークも入ってるし、そのウディアレンのなんかポーズとかも入れて、うまいところで入れたりして、その人も、ね、演出でそこの人が皮肉で言ってるから、まあ、そのほぼ直訳みたいな感じで本当に言ってることがそのまま伝わってるっていうのは、その声優さんの声でそのニュアンスが伝わったりとか、イントネーションで変わるんだ。それがやっぱり吹き替えの方が、まあ、それがスタートだったんですけど、吹き替えの方がいいかなとちょっと思い始めたところで、うん、で、今の仕事に入って、まあ、字幕を、英語の字幕を作っているんですが、それで、ますます、この、入らない情報が多くて、それでもう、
翻訳者としてのストレスにもなるし、これがせっかくこんなにいいことを言ってるのに、まあ半分ぐらいしか伝わってないのもちょっともったいない。機械だとそういうのって何もないんですか、そういうルールが。早口できるから。あ、そっか、別に。うん、そうそうそう、もともとの人が早口で喋ってる場合は、うん、声優さんも早口で喋ればいいし、だからそれ大体まあ合わせられる、調整はできる、うん、字幕の調整はない。さっき言ったみたいにルールがある、ね、うん、ルールがね、なんかも頑張りますもんね、うん、そうそう、なので吹き替えぜひ試してみてください、でもなんか吹き替えって問題は声が違うのがなんか残念、口の動きと、口の動きと、あと声も実際の人ってもちろん吹き替えの人って、だから英語で見ちゃってると、え、なんかこの人がこの声嫌だっていう、うん、なんか残念だな。自分のそのキャラクターのイメージと、その声優さんの声が、うん、声がすごい違ったりとか。吹き替えはアニメーションがいいですよね。モンスターズインクを日本語で見たときはもうバッチリハマりました。そうそうそう、字幕で見る必要はない。でも一つ思うのは、あの、私が思うに字幕のもう一つの良さがある。でそれが吹き替えになると絶対できないこと、うんうん、あの教材としての字幕、うん、あの勉強になるって、はい、よくなんかあの英語を勉強したいけど、あの、まあ、どうやって楽しく勉強できるっていう人に、うん、あの映画とか音楽とかでそういうのを楽しくできるんですけど、どうですかね、その字幕を教材にするっていうのは、うん、それはすごい私生徒さんに言ってます、うん、まずやっぱりこうコミュニケーションとしての英語を、ね、学びたい人には、うん、もういっぱいアメリカのドラマとか映画とか見なって言って、うん、で初めに日本語字幕で見てもらって、はい、でその後に英語の字幕がつけられるなら英語の字幕をつけて見てもらうようにそうしてて、だから結構私は英語のそうあの教材としてはすごくいいと思います、うん、字幕は、うんうん、どうですか。私も、まあ、日本語覚えた一つの理由は日本語のテレビ、まあ、日本テレビ、うん、字幕はすでに出てるじゃないですか、バラエティ番組、うん、あ、そうよね、日本語でも日本語で字幕をつけて、最近の話ですよね、最近わかんないけど、うん、まあ11年前くらいから年がバレそうかも。すごい勉強になった。ボビーはそれで、あの、私もそうなんだけど、あの、英語をどうやって勉強したらいいって聞かれるときに、私が必ず言うのは、あの、ヨーガの日本語字幕付きじゃなくて、その逆がいいと思うんですよ。例えば日本人が日本の映画、邦画を見て、うんうんうん、でその英語の字幕を読むっていう方がより効率的。そう、それ勉強になりますよね。そうそうそう、私も前すごいやってた。うん、どうでした？あ、すごく勉強になりました。ま、こうどこがいいですか？こうそう、こうやって言うんだっていうのがすごいその場でわかるじゃないですか。うん、こういう普段のやっぱりね、映画って普段の会話がいっぱい入ってるから、そうこういう風にこうムカついた時にはこう表現するんだとかがこう。すごいわかるから、 あれ本当に思うんですけど、そこが直訳じゃなくて意訳の良さ。そう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 、例えば英語でこういうことを言うときは日本語でこう表現するんだ、うんうん、あのもう本当に簡単な、例だけど、例えば今の何、なんか音が鳴って、うん、あ今のは何だったっていう日本語、英語だと What was that? っていう、うん、でその Now っていう言葉が全く入らない、今っていう言葉が入らない、うん、で英語感覚からしたら今ってなんで入ってるんだろう、 Now じゃないし、うん、先だったってなるから、あでも日本語でこれを言いたいときはこう表現する、うん、あと先ほど言ったように、あの人の、あの外国人が結構苦労するところは、日本語はあの性別やキャラクターにより言い方が変わる、うん、女性がこう言うんだけど男性は言わない、うん、日本語で but っていう言葉を勉強するとですけどとかだけどとか、うん、でもショアちゃんとかブルース・ウィリスみたいな人は絶対ですけどって言わないし、あ確かにだがっていうだがそうだ、そうそう、だからなんかその字幕を見てみると、その人のキャラに合う、まあ、こういう人がこういう話し方をする、うん、で、あの、先ほど言ったように、あの、こういう表現の仕方は、日本語だとこれが自然だっていうのが分かる。そう、面白い話してます。あ、ムーンライト見ました？あ、まだ見てない。見てない。あの、アカデミー賞を取った、ララランドじゃなくて。ムーンライト見ました、この間。ムーンライトは、まあ、基
基本的にアメリカの、フロリダですね。フロリダの話で。で、出てる登場人物はみんな、一人は、キューバ出身のアメリカ人で、他の人はみんな黒人の、ほとんどの黒人です。で、それで、お互いのことは私が言えない言葉で呼び合ってるんですよ。演技から始まるある言葉で。で、それが字幕の場合は、最初の方はその N の言葉をそのままカタカナで書いたんですけど、上にお兄さんって書いてあるんですよ。書いてその上に小っちゃく、ちっちゃくお兄さんって書いてありますよね。で、それで、それ以降全部お兄さんってなってたんですよ。で、それが、まあ、最初は、なるほど、なるほどと思ったんですけど、それで日本人が、その N の言葉が、イコール、お兄さんに言ったら、どうかなと思って、例えば、その、なんかそれのね、奴隷の話とかだったら、お兄さん、こっち行ってよってか、違いますよねって思ったら、まあ、それは。いやいやいや、違うんですよね。ちょっと笑ってたところなんです。もう単に、お兄さん、年上の、人にしか使わないのに、あの言葉は年下でも年齢問わずっていうところもあり、でも本当に、まあ、言い切りすぎたっていうことかもしれないですよね。でも、まあ、ずっと N の言葉をカタカナでずっと結構何回も言うから、あ、それがちょっとやっぱりずっと書くと、まあ、どう、日本人にとってはそれは確かに気になっキーワードですね。知らなかったなってことって、ね、まあ知らないっていう。知らないっていう。まあ悪い言葉っていうのはなんとなくわかる。わかるとは思う。逆に日本人として、この字幕を見て違和感を感じたとか、気になって、映画を逆に楽しめなくなったっていう思いです。楽しめなくなる。楽しめなくなるっていうことは、あんまり今すぐ思い浮かばないんですけど、今思ったのは、その、悪い言葉、あんまり使わない言葉が先に覚えやすいから覚えると、うん、私なんかが絶対に言っちゃいけない言葉っていうのがあるんですよ、はい、で、女の子が使っちゃいけない言葉、だし、もともとその社会的に使っちゃいけない言葉っていうのもあるでしょ、で、私一回だけ間違って言ったことあります。何使っちゃった？映画で学んで、すっごいアメリカ人の友達と喧嘩してて、歩きながら、すっごいムカついてたんですね、私、アメリカで。で、言っちゃったんですよ。それ、もうその言葉知ってたから F から始まる。ね、そしたら周りの人が私をものすごい目で見たんですよ。多分アジア人がそんなこと言うと思わない、まあ。そんな言葉を道端で聞くとは思わない。で、私が、ね、アメリカ人の白人に向かってそれを言っていると、おかしかったでしょうね。教えられてはいません。場面はダメだったんじゃないかな。ダメ、言葉じゃない。それが、アジア人が言ったから、女性が言ったからっていうよりは、場面、もしかして場面じゃないかな。女性そっか。下品な言葉と、俗語が一番使いこなしづらいです。だから、私が日本語でも俗語をあんま使わんようにしようとするし、下品な言葉は、もうネイティブ並みに上手じゃないと、使おうと、ね、その状況とか不自然な見ないといけないから、そう。でも、英語ってそういう下品な言葉がいっぱいある割には、日本語ではあんまないじゃないですか。少ないと思う、英語に比べたら。字幕の話になると、例えば、サミュエル・ L ・ジャクソンが、motherfucker って言ったらもうバカ野郎ってなってる。で、別の俳優さんが、you asshole ってそれもバカ野郎。で、piece of shit それもバカ野郎。fucking son of a bitch バカ野郎って全部バカ野郎じゃないの。でもそれもなんか子供番組にバカ野郎ってか、たまにあるじゃないですか。だから、ちょっと。そう。なんか God damn it とかで結構きつい大人が使う子供には使わない言葉なのにクソとかチキショーとかってクレヨンしんちゃんとかで平気で言ってるとか使ってる。その差もあるんですよ。確かにアメリカでもそういう意味ではね、そういう言葉いろいろ楽しいですよね。まあまあ勉強にはなると思うんですけど、使いこなすには、ね、使えないなと本当思う。使いこなすには経験を重ねて何回も何回も使ってきて、マスターするんじゃないかなですね。いっぱい使ってくれる。あとなんかこう英語だと例えば映画とかでも、こう彼女とかその愛する人を呼ぶのにいろんな言い方とか。あるじゃないですか。スイートハーツかハニーとかなんかも。ダーリン。そう。英語ではなかなか言わなくなったんですよね。ダーリンという言い方。
ベイビーとか。そうそう、ベイビーとか、なんかもうすごい、人によってはなんか作っちゃってみたいな、なんかいろいろあるじゃないですか。で、そういうのとか置いてて、なんか、字幕がいつもなんか、僕の愛しの可愛い子ちゃんとか。ちょっと気持ち悪いんだけど、みたいな。なんかベイビーって言われたらなんかキュンとするかもしれないけど、私の愛しい可愛い子ちゃんって言われたら。言う人いないしね。ちょっとすいません、冷めました。いやもうなんかこのいいムードで可愛い子ちゃん。そう、なんかそういうのってうまく訳せないのかなとかってすごい、でも見ててももう、でもそれいっぱいありますね。そう、日本って呼ばないじゃないですか、そういう特別に。そう、だから、ちょっと気持ち悪い。正解は難しい、その場合は。ね、難しいですよね。さあ、そろそろまとめましょうか。なんか、言い残したこととか、最後に言いたいこと。まあ、そもそも結構字幕の悪口。今まで言ったような気がするんですが、でも11年前に日本に来た時に字幕が、まあ、DVD でしか見れなかったんですね。今 Netflix で好きな番組を、字幕で見れるんです。で、あの奥さんが日本人で、日本英語はほとんどできないんです。だから今字幕がいっぱいあるのはすごく嬉しいことで、奥さんと一緒に番組を、共通の番組を楽しめるっていう。で、それは英語で見たりとか日本語で見たりとか。それがすごくいい時代になってるなと思って、だからまあ吹き替えが方が好きなんですけど、まあぜひ字幕を作り続けてくださいっていうのを。もう本当最近より早くあの日本上陸するようになってから、うん、すごい早いですね。そう、早いからこそあの字幕作りもさらに難しくなって、それで誤解が生まれたりすることもあるでしょう。そうなんだ。そうかそうか。じゃあ。ミユキピーさん、はい、ミユキピーさん、そう、今回アンケートをねいただいて、その翻訳家の方たちからの意見は、今まで私たちって翻訳をする人っていうと、戸田奈津子さんなんですよね。うん、で、戸田奈津子さんってあの昔からその辞書とかしかない、うん、今みたいにすぐに翻訳機能がない時からやってるっていうのをなんか大事っていうか、それ、うん、その礎がすごいなっていうのをなんか書いてらっしゃる方がいて、確かにそうだなっていうのを思いました。なんかそういうところから今進化していて、そのネットフリックスとかでどんどん早いですけど、うん、早くて正確性を求められてっていうすごい大変な仕事だなと思って、うん、ちょっとこれから注目しようかなと思って。もうやってない人じゃないとわからない苦労とか難しさはいろいろあるんですよね。あれってなんかその翻訳の人って昔戸田奈津子さんばっかりいたでしたよね、じゃないですか。それにすごい、いや素晴らしいと思うんですけど、はい、この子の独占してるんですかね、うん、できる人はそれ、その人ぐらいしかいなかった。いっぱいいそうじゃないですか、うん、今の長い話ですよ。ブラッドピットは絶対なんかそういうことなんだ。だからよほどすごいんだなって思って、まあ、ブランド作ってるっていう、そう、すごい方なんだなって思ったんですけどね。字幕に関しては最後に一言とか。最後字幕に関してですか。うん、いや字幕は本当ね、私は機械より字幕なんですけど、その方がやっぱり本当生のその俳優さんの声で聞きたいっていうのがどうしてもあって、はい、そうするともっと雰囲気がつかめるので、うん、って思うので、だからそうですね、字幕はすごい。これからもずっと早く出していってほしいんですけど、うん、英語を教えてるとしては、はい、やっぱり生徒さんとか自分でも、うん、まあ、字幕があった方が、あ、絶対いいです、うん、はい、字幕があった方がいい。そうしないとやっぱり全然わかんない、うん、初めの、ね、人たちはわからないの で、うん、でそれだからまず字幕で見て、でそれから英語字幕をつけると、うん、やっぱり一番わかるようです。生徒さんたちも楽しいですよね。そういうなんか映画を見ながらちょっとでも勉強できるっていう。もう本当私今すっごいその英語を教えるので、一番いいのがデスパレートハウスワイブスなんですよ。で、生徒さんの様子がわかります。どんな人に教えてるっていうか。絶対みんな喜ぶし、あれ見ると。もうね、今となれば結構古くなってますけど、はいはい、でも何が言ったらすごいクリアに英語喋ってません。はい。見たことないです。ないですか？もう。本当にクリアなんですよ。他のゴシップスだとかなんかまあいろいろありますよね。そういうのよりもすごいこう英語の勉強のためのなんじゃないかって私は思っちゃうくらいクリアに話してて、でまあもちろんサブタイ字幕でね、うん、日本語だとか英語だとか入れられるじゃないですか。であれを見ると勉強になるよって言って
言うと、みんなも今お風呂とかでずっとあれを見てるって言ってますよ。はい、そうします。じゃあ絶対いいですよ。それは結構英語勉強するやる気にもなるんで面白いから、うん、いや考えれば考えるほど奥深いし面白いですしね、うんうんうん、で絶対大変。ちなみにあのこの番組の英語字幕つけてるのが私ですから、はい、完成品を見てみるとあのみんなボビーかっこいいとしか言ってないです。いらなくないですか私たち。まあね。それはちょっと怖いです。あとね、ボビーからいっぱい見るから、ここで一体何が言ってたか。ありがとうございました。もう、あの、ビールも飲めて、楽しい話もできて、最高でした。あ、これで。入れて入れて。これ一杯目ですよね。一杯目。でも、まあ、追加したじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、それでは以上、今回のボビーとワンビールでした。ご意見や感想をぜひコメント欄に書き込んでください。で、この番組では、ご意見だけではなく、トピックス提案、もしくは出演者を募集してます。このトピックスについて話してほしい、このトピックスについて私が話したいっていう方は、こちらの E メールアドレスにぜひ、応募してください。お待ちしてます。Twitter、Instagram、よろしくお願いします。これからも、ボビーとワンビール YouTube でチェックしてください。バイバイ。